皆さんこんにちは、ワイワイラボの小野です。今回からですね、こういったガチャのね紹介動画もアップロードしていきます。これまではですね、別のチャンネルでこういった動画を公開していたんですけれども、今回からねワイワイラボの方で統合してやっていくことにしました。ではね、今回のガチャ紹介していきたいと思います。さあ何でしょうか。今回のガチャはこちらですね。飛び出すポップアップトースターマスコットですね。全部でね5種類です。ポップアップトースターなんでね、パンを焼くトースターの、ミニチュアフィギュアですね。で全5種類で色がねあるみたいです。レッド、イエロー、ピンク、ブルー、シルバーとね5種類あるんですけれども、これがモノクロなので実際の色はちょっとわかりませんが、5種類あります。そしてセット内容書いてますね。セット内容は本体パーツとトーストパーツに分かれてるみたいです。さあ遊び方も書いてますよ。遊び方ですね。1、トーストパーツを飛び出し口にセットします。2番、レバーを下に下げます。本体を押さえながら下げてください。3番、右下のボタンを押すとトースターが飛び出します。おお、ちゃんとトースターがポップアップしてくれるんですね。ではね、実際に開けていってみましょう。これはですね、色がシルバーですね。5種類あるうちのこれはシルバーみたいですね。銀色のものです。さあ出てきたのはトースターですね。トースターが2枚と違うな、トースターが2枚じゃないな、パンが2枚、トーストが2枚とトースターが1個です。はい、こちらね、トーストに書いてますね、ラブユーとね、もう一つは何だろう、これハンギンゼアって書いてるのかな、何だったっけ、悩み忘れちゃったな。はい、2枚ですね。そしてこちらトースターですね。シルバーのなかなかかっこいいトースターになってますね。でこれをレバーを下げる、今ピンっていきましたね。これをレバーを下げて、そしてトースターを入れる、振り入れましたよ。これでこのボタンを押すとトーストがポップアップする。押してみます。じゃあ行きますよ。あれ、なんか引っかかりましたね。出てきた。ちょっともう一回やってみましょう。期待してたのと違いましたね。さあもう一回やってみます。出ました。こうですよね、やっぱポップアップといったらこれぐらい元気に出てほしい。もう一回やってみます。はい、こんな感じでね、ポップアップして遊べるポップアップトースターマスコットですね。面白いですよね。ということで今回は飛び出すポップアップトースターマスコットをご紹介しました。ですね、これまでね別のチャンネルでね公開していたアーカイブ動画がねありますのでね、こちらも順番にねワイワイラボの方に移動させて公開していこうと思っています。ぜひねゲーム実況と一緒にこちらのねガチャの紹介動画もよろしくお願いします。